今回はこちらの SD カードをご紹介します。シリコンパワー製の SD カードで、なんと容量が 128GB です。そして価格が4990円と5000円を切る価格で購入できます。速度も 85MB とパーセカンドで非常に高速な製品になっています。メーカーもシリコンパワー製ということで信頼できるメーカーですので、これは非常にいいものだと思います。少し前ですと 128GB のもの1枚買うよりも 64GB のもの2枚買った方が安いということもあったんですが、もう今や 128GB1 枚の方が安いという時代になってきました。これだけ容量があると、例えばドキュメント関係のバックアップなどにも使えます。普段はハードディスクに保存しているデータを時々このような SD カードにバックアップを取っておくことで、何かハードディスクにトラブルが起きた時に対処しやすいと思います。遅くなりましたが、ここで早速開封していきたいと思います。特に開封口が見当たらないと思うかもしれませんが、実はここに点線が入っています。これを少し力を入れますが、破っていくことで開閉することができます。中身は特にケースも付いていませんが、 SD カードのケースは100均でも売られていますので特に問題ないでしょう。大容量の SD カードが欲しいという方にはこの製品非常におすすめです。